悪霊とぬえの泣く世は恐ろしい。ではないですけどもね。映画、犬神家の一族のあの旅館がついに売りに出されてしまいました。いや、これね、中国資本に買い取られたくないですよね。まあ、経営されてるのが高齢のご夫婦だそうなんですけども、やっぱり今回苦渋の決断だそうです。 記事の方を読んでみますと、映画、犬神家の一族の舞台となった旅館が売りに出されているということなんですね。え気になる価格は、1880万円。私は買えます、はっきり言って、これ。買えるんですけども、買った後に維持しないといけないところに、ちょっとエネルギーが避けない、コストが避けない、人員が避けないっていう問題がありますので、やっぱり余剰資金が1億円ぐらいないとね、なんともならないですね。これ1880万で買い取って、従業員雇って、なんか旅館業ね、 形だけでも続けたいなって気持ち。私にあるぐらいですから、こういった映画ファンの方とかね、こういった古い旅館が好きな方とか、まあ中には廃墟ファンって言ってもいいかもしれないですけども、そういったノスタルジーに思いを巡らす昭和生まれの方ってのは、これはね、喉が手が出るほど、 なんか守りたい文化なんじゃないかなと思います。犬神家の一族は1976年に公開されたスリーサスペンスで石坂浩二さん主演の近代地孝一シリーズ第一作となっている。本当にこう思い出深い作品です。湖の米に2本の足が突き出ているシーンが、これが衝撃的だったですね。あと白マスクのスケキヨさんね。これもちょっと不気味だったんですけども、ちょっと悲しい歴史がそこにあったということで。いやー、これね。 映画見たことがない人でも印象深いシーンを頭に思い出せる人はいるんじゃないかなと思います。この旅館が売りに出てるわけですよ。無理もないです。経営者の方は頑張ってくださいました。79歳、80歳の夫婦、コロナ禍による経営不振と高齢のために手放す必要に迫られたと。泣くに泣けない、ね泣きの涙で泣き別れみたいなこともありますけどもね。 物の始まりが一ならば、国の始まりが山との国、泥棒の始まりが石川越えも、スケウェイの始まりが私なら、旅館の始まりは犬神家の一族のこの屋敷きと来たもんだ。でも使用され、趣きのある建物です。これからの建物が建っているところは中こ、中山道。これな、中山道でいいんですかね。69、次のうち、江戸から数えて25番目。まあ、こいつ難しいんですみ皆さんわかりません、この辺は。いやー、でもこれね、1880万、買えなくもないんですけどもね。 私が買ったところでどうしようもないんで、どうしましょうですよね。いや、本当に、なんか、昭和生まれとしては、ああ、一つの時代が終わろうとしてるなっていうところを感じるばかりでございます。はい。犬神家の一族。歴史はこうやって一つずつ終わってくるんですね。はい。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。いい買い手が見つかりますように。